そして GT300 クラス、今メインストレートからシグナルグリーンに変わりまして、レーススタートになりました。ラウンド8、茂木 GT300 キログランドファイナル、レースはスタートになりました。雨の量が少し増えてきているという不穏な動きが出てきています。細すぎどうぞ。そうですね、雨強くなってきてます。以上です。わかりました。88番ランボルギーニ浦間、本島優也が今煽っている。完全にテールトゥーノーズに持ち込まれました、カーナンバーには。そして3コーナーだー、トップ入れ替わった。 GT300 トップ入れ替わりました。2号車のトップはここで一旦2位になります。さあ、そして今カーナンバー52番の川合浩太は逆にポジションを上げた。グリーンブレイブ埼玉トヨペットの川合は逆にスイッチが入ったかのようにポジションを上げています。埼玉トヨペットグリーンブレイブ GR スープラ7番手を走っていましたが、今ピットに入ります。タイヤ交換はやっぱりしないか。埼玉トヨペットタイヤ交換はしない。優勝を飾らないとチャンピオンの称号は手に入れられない。カーナンバー2番のムータレーシング、52号車が順調にレースを進めている横で、さあ、あとはもう本当に崖っぷち。52がタイヤ無交換で来ている以上、2号車もこれもうそれで行くしかないですよね。さあ、そして今2号車が出ていきます。カーナンバー88のランボルギーニは先にピットを離れています。2号車はその後ろコースに復帰。さあ、そして65が先に行きましたね。レオンもそうするとこれピット作業ではタイヤ無交換だった可能性があります。カーナンバー65番のレオンピラミッド AMG2 号車の前でコースで走っています。さあ、そして GT300 クラスはトップが並びそうだぞ。テールトゥーノーズノーノー、今小暮隆が他の GT300 の周回遅れとわずかに接触、その隙をついてカーナンバー65番のレオンが横に並んだ。篠原拓郎横に並んでいる。事実上のトップ争いだ。事実上のトップ争い。90度コーナーどうだ、小暮が粘っている。65号車のレオンもサイドバイサイド篠原拓郎、しかしここは小暮が守りきったか。今カーナンバー56番のリアライズ日産メカニックチャレンジ GTR56 号車、これはひょっとしてタイヤを2本にしたかな。56は今これで52の前に出ましたね。リアライズは今52の前に出ています。オリベイラ吉田の前に出ている。さあ、カーナンバー88番のランボルギーニが映りました。現在トップを行きます GT300。2号車ウェットタイヤ用意しました。買えるようです。わかりました。2号車バクチだ。2号車ウェットタイヤに変える棒バクチ。おっと、そしてカーナンバー31、カーナンバー56、三つどもえで今 GT300 がヘアピンに入ってくる。 JP でオリベイラと52接触なんかあったら大変だぞ。そして2号車帰ってきた。まだ望みはあるか。やれることは全てやり尽くす。ウエットタイヤに履き替えて最後猛烈に飛ばそうという作戦か。雨雲の様子も気になりますが、2号車は一縷の望みをかけまして今ピットアウト。ウエットタイヤに履き替えたドライバーたちに大逆転はあるんでしょうか。さあ、そして GT300 クラスカーナンバー88、第4戦の富士から新型車両のエボリューションモデルを投入して久しぶりに JLOC 小暮隆と本島優也がさあこの茂木で優勝のフィニッシュを飾りました。 JLOC 久しぶりの優勝。カーナンバー52番、今チャンピオンを決める2020年の2人で GR スープラで初優勝をしてからようやく届いた王者埼玉トヨペット、ついにチャンピオンを取りました。 GT300 おめでとうございます。全て社員で作られているこのチーム、メカニックもエンジニアも本当におめでとうございます。新チャンピオン GT300 埼玉トヨペットグリーンブレイブ GR スープラ